いアフリカ大陸を北から南へ走る地球の裂け目、グレートリフトバレー。その中央には海抜5119メートル、万年雪をいただくルエンゾリ連山がそびえ、西には鬱蒼と茂り連なるコンゴの密林、東には広大なウガンダケニアの草原、北には有名なビクトリア湖に源を発するナイル川、そしてサハラの砂漠がある。これらの大自然が天然の垣根となって、アフリカには長い間文明の火が入らず暗黒の大陸と呼ばれてきた。だが今は違う。アフリカは夜が明けた。人類の誕生した地と言われ、かつてエジプト文明を生んだアフリカは新たなる文明の建設を目指し歩み出したのだ。この物語はグレートリフトバレーの一角、赤道に近いジャングルを舞台に始まる。